BBC テレビジョンセンターは、イギリスロンドンに、かつて存在した英国放送協会の施設である。1998年から2013年3月までの間、ここから、BBC ニュースが配信された。1960年に完成。西に4マイルにあるセントラルロンドンのシェッパーズブッシュに、ある。テレビ番組のスタジオとしては、世界最大の施設であった。 2013年3月末で閉鎖されたが、一部施設は改装の上2015年より段階的に再オープンしている。BBC テレビジョンセンター TC1、BBC テレビジョンセンター建物は、スタジオ、オフィス、技術の3つの地区に分かれ、ドーナツ型のビルになっている。また近くには、BBC ホワイトシティがある。センターのスタジオには、 それぞれ各番組の収録スタジオがあり、すべてハイビジョン制作に対応できる。かつては、ドクターフーや、ホルティタワーズ、空飛ぶモンティパイソンなどといった名作番組がここで撮影された。1990年代に入ってからは、すべてカメラ撮影となった。解説当初のテレビセンターは、停電によって放送が喪失できなくなる事態に、しばしば見舞われた。BBC2 は、 開局予定日であった1964年4月20日に、バタシー発電所の火事による停電に見舞われて、開局を延期し、放送は翌日から開始された。2000年6月20日に、ウェストロンドンで停電が起きた際には、主なネットワークの夕方ニュースを含む番組を中断された。2001年6月30日に、予備発電機の日が、 建物の避難を引き起こした影響で、放送はすべての BBC サービス全体で大規模な中断を引き起こした。2001年3月4日に BBC テレビジョンセンター前のタクシー車内の爆弾が爆発し、一部のガラスなどが割られた。犯人は反体制派のアイルランドの共和党員のものであると考えられていた。オーマ爆破への関与の疑われるそれらを挙げた。 パノラマプログラムが攻撃の動機であるとその時に推測された。そのため X 線によるセキュリティチェックが強化された。2003年11月28日の朝8時前に誤って火災報知器を作動、火は起こさなかったが、広範囲にわたる停電の原因となって予備発電機を起動した。また、すべての番組は他のスタジオへ移される影響を受けた。 BBC ニュース24にや主要ニュースは BBC ミルバンクスタジオから放送された。BBC では経費削減等を目的とする構造改革計画の一環として2004年にテレビジョンセンターの移転計画を発表した。それによれば子供向け番組等の制作部門や BBC スポーツ、ラジオの一部チャンネル、 研究開発部門等をマンチェスターメディアシティ UK の第二放送センターに移転させるほか、その他の部門も BBC の本部がある BBC、ブロードキャスティングハウス等に移転させ、2013年までに移転を完了させる方針とした。移転完了後 BBC は同地を競争入札により売却する方針を当初より明らかにしており、2012年には、 不動産デベロッパーのスタンホープ BLC に約2億ポンドで売却。最終的に2013年3月末でテレビジョンセンターは完全閉鎖された。後地は BBC とスタンホープの共同企業体であるテレビジョンセンターデベロップメンツによって再開発されるがスタジオ1から3については改装の上で再オープンし BBC を含む 番組制作会社に貸し出す方針である。ちなみに、再オープンについては、トップギアで明かしている。ただ改装工事は遅れており、当初2014年だった、完成予定は2017年春に延期されている。一方で2015年4月には、従来、ステージ6と呼ばれていたビルを改修する形で、BBC ワールドワイドの本部を同地に移転させるなど、 敷地の一部は引き続き BBC の拠点として使われている。ただ、この移転に対しては BBC の番組の出演者等から反対も多かった。ジェレミー・クラークソンなど一部の出演者はマンチェスターに移転した場合は番組を交番すると公言しており、朝番組、ブレイクファストの司会者だったシアン・ウィリアムスなど実際に番組を交番したものも現れている。 ウィキメディアコモンズには BBC テレビジョンセンターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。